皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。よかろう。それではウォール DLC-1 の大人のオリンピルドを紹介します。最初は自分のノーマンプレイとして制作したもので、意外と使える上で見たいというコメントもあり制作に至りました。特定状況による最大風速こそありませんが、全ての状況 に高いパフォーマンスを発揮します。三国時代で浪人プレイしたい方、ぜひご覧くださいね。本動画は、ギルシワの動画はこれが最後かな。ノマランドの提供でお送りいたします。ちょっと関連動画の共通11号。基本内容はストーリーのネタバレを避けてますが、進捗によってまだ見たことのない景色があることは避けられません。また装備や武器を紹介すると見たことのないものである可能性もあります。完全にネタバレされたくないでしたら、これ以上進まない方がいいかもしれません。ご了承でしたら本編へ進みましょう。限定的な場面で圧倒的な力を発揮するビルドじゃないので、実績ではなく強みを紹介します。自分で言うのもなんですが、本当に最強こそ取れませんが、全ての場面において強い力を発揮できます。ボス戦、ステージ攻略、攻撃、回避、立ち回りにおいて誠に隙がない。この力の味噌は武器であります。封鎖呼吸と烈月敗運です。ビルド詳細に置きたいですが、運用と切れないのでここで書きます。よってここから運用に入ります。まずは風ですね。いわば突進弾道です。発動するのはやや遅めですが、その後突進のスピードを含めてめっちゃ速い。攻撃モーションも速いので周囲の隙も少ない。加えてびっくりするほど痛い。全武器の中でも上位の数値。愛用してた自分が言うのもおかしいですが、この調整大丈夫？距離を詰めることに最適する上で、隙も少なくすぐ他の行動につなげます。もちろん回避もすぐできますので生存力も高い。高いダメージのおかげで小型の敵を一発で倒し、中型以上に期待以上のダメージを負わせることも可能です。次、月ですね。正直これが本命です。速い、中範囲、中射で超ダメージ。今まで注目されないのがなぜ？発動スピードがご覧の通りで、そしてなんとこの画面上のエフェクト全部攻撃判定です。特にこのスピードでこのダメージ、レンダーできる場面では戦術に匹敵できる DPS を出せます。また発動が早いということで反撃チャンスが大幅に増えるということです。通常コンボの一発目という感覚に近いですね。そしてこのダメージで反撃します。各敵の動きをある程度慣れたら恐ろしい火力を出せます。敵の発動の遅い比企なら連続発動の間でも差し込める性能です。これ注目されてないからナーフを免れたのかな。ベースの直投モーションの少ないスキルと合わせると立ち回り性能は間違いなく超一流です。戦術、このビルドにおいてはサポートがメインですね。主に蓄圧ですね。反撃できる隙の少ないボスとマルチで使用します。武器連続攻撃チャンスあまりにないと判断したら、とりあえず使ってチャンスが来たら一気にパーン。でも寄生症も激しいので月連打できる場面が多いなら普通に連打する方がいいでしょう。もう一つは評価戦術ですね。正直自分は生かしきれませんでした。無敵時間が長く交代する性質もあり、緊急回避と立て直しに役立つ技だと思いますが、とっさに出すにはさらに練習が必要ですね。自分はどうしても普通に回避を使いました。でも意外とダメージが高いという側面があり、うまく利用できればまさに攻防一体。講師に任せます。これと武器と合わせると雪月花ではなく雪月風の誕生ですね。ついでに完璧もおすすめします。苦手の秘技を対処するためです。全部さばける自信があればなくてもいいでしょう。大間な運用はここまで。次、ビルドの詳細を紹介します。まず装備を見てみましょう。使用揃いは極真道軍5プラス加工炎2です。まあ加工炎セットは武器に合わせただけですが、でもこれにより弾数が潤沢になり、ステージ攻略の時非常に便利です。武器は天狼使うしかありませんね。
そして武器に烈月配分を搭載するもの。 OP は画面のように強化枠を標属性追加、そして武器による異常状態も追加し、なるべく一撃で異常状態の数を増やす算段です。まあこの OP のため属性貫通が使えなくなりましたが、主役が武器なのでちょっと遠距離を飛ばして防具を先に見ます。共通としては幸運、異常状態でダメージ増、標高力の3種、極真の鉄板ですね。標はまあおまけで感じ、属性追加もついてるし、標高力を上げると地味にダメージも増えます。他はある程度自由にしてもいいですけど、頭に戦術命中で異常状態の追加もいいでしょう。いかに異常状態3以上維持することが大事ですからね。他は自分の好みですね。主に化石関連のものですので、先導関連に差し替えてもいいです。では遠距離へ戻ります。構成はほぼ防具と同じ感覚になります。でも弓に旗と敵漢字を搭載し、ステージ攻略用に仕上げます。さらに揃えかつマイナス1もこちらで担当。装備の最後の小物です。ここは主に近接攻撃で HP 回復と HP 回復によるバフ、バフ2種搭載できればさらに吉。自分は攻撃アップと規制活発使用、他にダメージアップ系、攻力、幸運、戦機があればなおよし。でも厳選難しいので、とりあえず回復とバフを最優先にしましょう。そしてステータス配点、まず面の水を最大にします。そして銅を軽量できるまで振り、木を完璧が使える30まで振ります。金を最低限の治癒にして、あとは火に振ります。戦術構成がこんな感じ。絶対必須は地数ですね。他は意外と自由でいいと思います。火力でご利用ししたい時の火力もいいでしょう。あとは完璧使うかどうかね。水全フリーなら満点も使いたいかもしれませんが、正直月連打の方が DPS が高い。でも遠距離攻撃やサポートとしての性能は悪くないので、選択肢としてはありです。あとはロマンブレの真術2種ね。攻防手の評価戦術は先ほど話しましたが、投矢術を使ってマルチで弓サポートも面白いです。あまり強くないんですが。実は最初極真プラス曹操を目指しました。監修道で本軍復空プラス烈月配分プラス極真の予定です。本軍復空のダメージこそ風に勝てないが、それでも結構優秀な突進技です。曹操と合わせると武器一発だけで3以上の異常がつけます。まさに理想ですが、この構成が排出する確率あまりにも低い。もはや非現実レベルです。また攻撃 OB が固定なので属性つけることができないのも痛い。たとえ苦労して揃っても、果たして過去よりどれくらい上なのかもやや疑問。この最高点を目指すのもロマンですが、過去エンド合わせる方が確実ですね。以上がカタラ浪人ビルドの紹介となります。ウォーロン全体的な傾向点もありまして、やはり圧倒まではいきませんね。とはいえこれを使って各戦場を回す結果、相当変えてきて相対的に最強級と言ってもいいかも。そして浪人ごっこもいけるし、かっこよさもピカイチ。強さとかっこよさを両立した方、ぜひ試してみてね。他に感想や補足がございましたら、ぜひコメントまで。では本動画はここまで。本チャンネルの他の動画もご覧いただければさらに嬉しく思います。また次回お会いしましょう。